2000万ヤングマシン読者の皆さん、こんにちは、丸山博史です。そして、鶴田龍二です。だいぶテンション高いですね。もちろん。はい。二人でですね、今立っているところは、はい。砂利の高速周回路。うん、そうです。上のバンクを見てみればわかりますけどね。うん、ここ、時速何キロぐらいで走るんだっけ？ここはですね、時速300。まあ私走りましたね、はい、まあ本来はでも250キロぐらい、まあ、280ぐらいまでしか出しちゃいけないとは言われてるんですよね。っていうところに持ってきてですね、今回、うん、H2R、うん、そしてトリックスター号 H2R、はい、さらにハヤブサと持ってきてですね、ロードトゥ時速400キロ、お
どうですかその400キロオートバイで出すっていう。そうだね、うん、まあでもかなり期待されて作られたね、はいはいはい、今回のその川崎の H2R、うん、ね、実際どれぐらいのポテンシャルがあるのかっていうところは、はいはい、個人的にもすごく気になるし、気になるしね、男だったらやっぱりね、うん、ちょっと昔のね人たちは300キロっていう言葉にワクワクしたけど、うん、俺らはやっぱりね400キロって聞いた以上はね、うん、どこまでいけるのかなってやってみたいけど、うん、ノーマルの H2R の場合は、まあ、ファイナル上で言うと、うん、本来はそこまでは絶対出せないはず。そうだね。あの馬力的に理論上で出せても、うん、ファイナル的にはそこまで本来は出ないはずなんだけど、うん、トリック3号やってきたらしいじゃないですか今回。今回はちょっとね、うん、前回のその直線、はい、あれからやっぱりモデファイして、うん、もう少しやっぱりねスピード出さないとダメだなと思って ね、はい、一体今回、高速周回路で、うん、まあ、何キロぐらい出るかをですねやってみたいと思いますので、はい、その映像行ってみたいと思います。思います。332キロ、332、はい、で多分ファイナルで振っちゃった、もうレブってますよね、レブっちゃいます、ね、最終的にね、もう一回いきますか、もう一回いきます。クラッチ滑ってるかもこれもそんな感じだよね。あのここで6速入れたよね。入れた入れた。でもう上がっちゃってて、うん、でもリミッターも効いちゃってるかも、うん、あの。1回入ってチェック中です。335キロ、はい、じゃあ次、鶴田さんアタックいきます。
ほぼ変わらないんじゃない？348.91 ですよ。あともうちょい350ですよ。微妙なんですか。でも、うん、でも微妙なの。やっぱり5って出ないの。あ、でも35入った。350入りましたよ。あ、でもなんかね、俺の中ではね、うん、俺の中ではオートバイで350キロを出せたっていうのはもう一つのあれだから。区切りになりましたか。これはいいと思う。やっぱ350キロって経験してないからね、二輪で350。笑ってる。ちょっとつるちゃん、やっぱ意地張ってましたよ。1キロ35、いや約2キロ、2キロ、うん、ありがとうございます。ちょっともう一回。いやもういいっすよ。どうぞどうぞ。いやいや別にまるちゃんがどうのって言うの、300ね、50キロは超えときたかったよね。350キロの男ということでね。やったー、やったー、前人未到。よしね。はい、ということで、はい、350キロオーバー達成。